眼科専門医の平松です。今日は水かけのタイミングについてお話ししようと思います。最初は慣れないので顕微鏡を見ずにモニターや患者さんの目を見るので、そのタイミングを測るのは非常に難しいです。ですから、なるべくかけてなるべく吸うというような作業になってしまいます。慣れてくると顕微鏡を見ながら水かけができますので、いつ乾いてきたとかいつ状態が悪くなったというのが分かりやすくなります。顕微鏡が見れるようになってきたら、顕微鏡から目に当たる光があるんですね。それが均一に水がかかっている場合は綺麗な円形ですけども、乾いてくるとそれが滲んできます。それを参考にしながら水をかけていただければと思います。実際自分でもどういう状況で見づらいのかというのも考えながら見ていただけると、勉強になると思います。